モモ&サルリー。はい、皆さんこんにちは。ワールドワイドにわたアニメで萌え萌え、水木ももかです。よろしくお願いしまーす。にゃー。では久しぶりにサルリーちゃんを呼びたいと思います。ポペットサルリー、こんにちは、僕、サルリー。久しぶりだね。はい、久しぶりです、サルリーちゃん。では、サルリーちゃんはね、ちょっと、横に、いてもらおうかなと思います。はい。ちょっと、外れてきちゃった。はい。それでは、本題に行きたいと思います。前回ですね、ピカチュウ、名探偵ピカチュウ、色鉛筆で描かせていただきました。そして今日は、ディ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 。はい、今日は大好きなナルト、描いていきたいと思います。まあ、でもね、あくまでも、趣味なので、うまくはありませんが、大好きな気持ちを込めて描きたいと思います。それでは、どんな絵になるかな？レッツゴー！はい、早速描いていきまーす。ある程度ね、少し描けたんですけども、8倍速！画像が悪くてすみません。デッサン描いてるんだけども、このデッサン結構難しくて、特に手！何回も消して、何回も消して、書いては消して、書いては消して、ああ、難しい！というわけで、デッサンだけで、2時間弱かな？かかりました。まだね、デッサンできてないんですけども、少しずつデッサンしていきます。さあ、どうなるかな？ここからはペン入れです。ペン入れてね、ちょっと濃く縁を塗っていきたいと思います。まだちょっと描き足りないところはありますが、サクサクと進めていきたいと思います。何回も消してね、何回も描いて、何回も消して、何回も描いて、ペン入れもね頑張ってます。はい自分で言うっていうねはい、でも楽しいです。はい、それではどんどんやっていきたいと思います。色鉛筆塗っていきたいと思います。こないだ買ったカリスマカラーの色鉛筆でね、どん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 塗っていきたいと思います。さあ、出来上がりが楽しみです。ナルトを描いたのは初めて。いつか描きたいなと思ってたんだけども、なかなか難しい絵がね、難しくて、なかなかね
やろう、取り掛かろうっていう感じになってなかったんだけども、色鉛筆を買ったので、長年の夢であるナルト、描こうっていうね、意欲が、ボッって火がついたので、今描いております。さあ、出来上がりはどうなるでしょうか？はい、そろそろ完成に近づいてきました。デッサンと色鉛筆と4時間かかりました。まだね、描き慣れてないところはあるんですが、これからもいっぱい好きなイラスト、ナルトはもちろんいっぱいね、好きな絵を描いていきたいと思います。では完成。ご視聴ありがとうございました。